えー、タッチ JW バージョン、えー、2.157、えー、こちらの方、えー、6月25日に、えー、アップデートされましたえーと普段は、えー、iPad とか iPhone ですねまあ、これであのー、解説動画作ってるんですけれども MacOS でも MacOS でも動くようになりましたのでまあ、これで、えー、新しいバージョン2.1157、えー、そして、えー、バージョン2.15 6から実装されたクロス測定の、えー、解説を増していこうかと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、えー、スタディオワン集、開発担当です。えっ、ー、と、今回は、えー、っと、6月の2十 6ですね、えー。公開されたタッチ j w バージョン2.15.7というのをちょっとまあ、ご紹介したいと思います。新しい機能をまあ,あの、えー、紹介させてもらおうと思います。えー、とまず新しい機能。 ええと、まあ、これ3も JWK の、えー、サンプルデータでついてるんですけれども、えー、まずですね、あのー、最近の大きい、ええー、形としては、あの、クロス測定という一つの、あのー、機能が追加されています。ええー、と、これ、えー、測定なんですけども、測定は今まで、あのー、結構2点を あの、しなくちゃいけないということで、1点2点で測定してたんですけども、これ、iPhone なんかの小さいデバイスでやるには非常にちょっと結構困難があったので、この辺は何とかできないかっていうことを、あの、ちょっと考えておりまして、えー、もともと、タッチ JW にはこういうスケールを、あの、いじったり、軸がくっつけたりして、大まかに測れる機能っていうのはあったんですけれども、 え、それを、まあちょっとブラッシュアップして、あの、クロス測定という、あの、機能を搭載しました。えっ、ー、と、これは何かというと、この、従来あるルーラー、ルーラーの寸法と線と、えっと、指定の線があえ、あったところを、 片っ端から測っていこうという形ですね。ですので、あの、ルーラーのルーチンにいろいろとゴニョゴニョと、あの、えー、コード付け加えて、えー、クロス測定というのを作っております。これはバージョン2.15.6から搭載されています。えっ、ー、と、まあ、実際にやってみると、これルーラーのところにセットすると、 赤い部分で3700、3704メーターと、自動的に、これずらすだけで線がいけるというふうな形になります。えっ、ー、と、これ、線は今これ何やってるかというと、水色の線で直線を今選択しているので、 ええと、こういうフローリングの木目なんかも当然これ、えー、測ってしまうわけですね。で、これちょっとうるさいんで、ということで、そういうときどうするかというと、えー、クロス測定対象線の設定っていうメニューができてます。これ設定するとこういうパネルが出てきますので、今実線をオフにして、で、まあ、1点左線と2点左線をオンにしますよと。 で、対象の線色の設定、染色の設定ですね。こちらを見ると、まあ、カラーの1とカラーの2とか、いろいろ設定してあるんですけども、まあ、これ、あの、水色だけにしましょうということですね。で、これで解除してやると、中心線部分だけが測定できるというふうな仕様になっています。ですから、これ、えー、っと、 壁芯とかそういうと,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 ところを測るときにはちょうどいいという形になりますね。そして、えっ、ー、と、今度実践だけ測りたい。黒の実践測りたいとなったら、どうなるかというと、えー、実はもっと、あのー、ダイナミックな機能があって、黒の実践までこの、えー、カーソルのポインターを持ってきて、矢印のところですね。で、これクリックを、メニューをクリックして、そして、カーソル位置の線をクロス対象にっていうところ、これをクリックします。 そうすると、この、えー、染色と、えー、対照線というのが来ますので、例えばこの、えー、ミニキッチンでしたら、1200の570っいうのが、一瞬のうちにわかると。そしてまた、エレベーターの寸法、外側の寸法、1360、1400。こういうのがあっという間にわかるというのが、まあ、今回のクロス測定になってます。えー、と、そういう、で、その中で、えー、今回、点、え、一、ー、2.15のン で、えー、搭載されたのが、今度はあの、レーの、なんていうか取得等が、ものすごくわかりづらいというのがありまして、えっ、ー、と、昔はこういう、これが、あの、テーブルビューっていうのが出てたんですけれども、テーブルビューっていうのを、まあ、あの、メイン、 に出してたんですけども、新しいやつ、あの、バージョン、えー、2.15の7からは、レイヤーパネルっていう風にしました。で、これはもう、あの、パネルで、 あの、グループ出したりとか、こういうふうな形で、あの、簡単に、えグループ変えたりとか、で、縮尺がか、分かったりとかしますんで、まあそういう意味でこれですね。で、実はこれちょっとテーブルビューとの絡みで、ちょっとどうも意図した動きをしてなかったようで、これを今回、え修正しております。 え修正している内容については、え何かというと、あの、シンクロできてなかったんで、あの、セットしたレイヤーが、うまく動いてなかったりしたんですね。まあ、そういうふうな形で。で、今回、あの、新たに加わった機能っていうのが、えと、こちらの中で、カーソル、え、測定モードにして、今はまあ、クロス測定なんですけども、結構これ、うるさい時が出てくるんで、で、この、え、レイヤー、 木目のレイヤーを消し、すぐに消してやろうということで、ここの、え1000、ー、円円弧の属性取得っていうの、こういうメニューができてます。で、これをクリックすると、 レイヤーの属性が一通り、上部の方に出ます、えー。そしてですね、このレイヤーを非表示に、これが属する、データのレイヤーを非表示にしたり、このレイヤー以外を非表示にしたりとか、そういうふうな形のことが、メニューができるようになりました。えっ、ー、と、で、試しにこれで、クロス測定の時に、レイヤーを非表示にすると、こういうふうな形になりますね。で、これで、あのー、他の部分との、うるさい部分が消えて、 例えば、こういうふうな形で、サクッと、えー、スケールが見えるようになったというふうになっております。まあ、これが大きな形ですね。今回2.15、えー、7については、そのレイヤーと、レイヤーのバグフィックス、そして、えー、属性取得。で、ないところにはノットファウンドになりますね。まあ、これはもちろんですけれども。まあ、そのような、あの、機能強化がなされていますと。 いうことですはいえー、っとね一応まああのそれ以外にですねえー、リリースノートの方には えー、ユニコード文字が化けると全部消えてしまうと、次の、えー、描画ができないというバグが修正されております。で、このあたり、ユニコード対応なんですけれども、あの、タティ JW は2年ほど前に、あの、ユーザーさんからいただいたデータの中に、えー、と、ユニコード文字が混入していて、クラッシュするっていうバグがありまして、これバグなのかどうかっていうと、もともと JWCAD がそのユニコードに対応してないから、バグじゃないんじゃないかなという気はするんです んですけれどもあのー、それに対応するような形読めるようにしようということで、えー、バイナリーを解析してまあそのような形で対応するような形しました、えー、最近やはりモニタリングをしているとあのー、ユ,ーユーザーサポートの方に入ってくるファイルの中にはユニコードが混じって JWCAD のファイルが結構見受けられるようになりましたので、まあ、それに、えー、対応するために、えー、ユニコードを対応したんですけれども、API か何かの、あのー、仕様が変わったみたいで、えっ、ー、と、ちょっとレンダリングができないユニコードがあ,ありそうな感じですね。で、それを対応するために今回、えー、それを修正させていただきました。えっ、ー、と、以上が、touch、えー、JWV2.157 の、えー バージョンアップ内容となっております。えー、それではまた、あの、ね、バージョンアップのために、えー、解説をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。